皆さん、ストップウォッチは用意しましたか？はい、ということでね、今回高校受験対策指針の第36弾やっていきましょう。で、今回この9問ね、やっていきますので、ぜひね、ストップウォッチで時間を計りながら、正確に早く解くっていうね、意識してやってみてください。で、やってもらってね、ちょっと不安だったり、わかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますので、確認してもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、画面下げますので、お待ちください。行くよ。よっ。はっ。もうちょいか。ごめんね。よし、じゃあ行きましょう。でね、最近開けてる、多分数日以内に開けてると思うんですけど、英語の受験対策の2のやつでもね、言ってるんですけど、今近所でね、木の枝を切る、なんか工事やってて、チェーンソーの音がね、ものすごいんですよ。で、多分拾ってると思うんですが、うるさかったらごめんね。ちょっとさ、気にならないような説明できるように頑張るわ。よし、行きましょう。まず1番ですね。5プラス4かける6。まあ、これはもう四則計算のルール。掛け算を先にやりましょうっていうところなので、4かける6。ここですね。先にやりましょう。なので、ちゃんと書くんだったら、5プラス四六24と。で、5足す24で29。これで終了でございます。次行きましょう。で、自分やった時にね、この2番、うって思いましたね。嫌いな分数入ってるし、しかも小数あるし。はっ！って思ったけど。で、まずこれも割り算と引き算なので、割り算を先にやっていきます。で、この部分。で、0.8 をどうするかっていうとこなんですけど、まあ基本的には、分数小数だったら、自分はね、分数に合わせます。つまり小数、0.8 を分数に直すと。で、0.8 っていうのは、これは10分の8です。こうやって直してください。例えば、もし 0.03 みたいに小数点2個分ずれてたら、これは100分の3って直します。小数はこう扱ってください。つまり、こいつ10分の8だと。だから書き直すと、5分の9割る10分の8なんだけど、割る分数は掛け算にしてひっくり返す。掛け算にして10分の8をひっくり返します。で、8分の10って書いてもいいし、先読みして、ここ約分できるからね。2で約分して5分の4だから、ひっくり返して4分の5にしてもらっても構わない。で、続き書いてもいいんだけど、先にこれちょっと計算しておきたいと。だから、計算してしまって、これ4分の9なんだよね。で、4分の9マイナス2分の1と、これやっていきます。で、これは引き算なので、通分が必要。4と2だから4に合わせたい。こいつを2倍することによって、2分の1が4分の2になる。だから、4分の9引く4分の2で4分の7。となって、これで終了です。3番行きましょう。ルートですね。で、ルート、割り算と足し算が入ってます。これも四則計算のルールで割り算を先にやっていきましょう。で、もしかしたらみんなの塾の先生とか学校の先生によっては、ルートの中身、パッて問題出た時に、ルートの中身出せるもの全部出せよっていう先生もいます。つまり、60とか27を直しなさいっていう、先にね。自分もよく言いますけど、言うんですけど、割り算の時は自分で癖で先やっちゃうんですよね。つまり60割る5って割り切れるからここ先やっちゃおうと。60割る5って12だから、この部分、ルート12なんですよ。つまりルート12プラスルート27の状態としてはね。で、こっから直します。自分はね。で、12っていうのは 4×3 です。4×3 だから2ルート3に直ります。形を変えると。12ね。27は 9×3 です。9×3 だから、3ルート3に形が変わります。で、ルートの中身が揃えば足し算できるので、外の2と3を足して、5。ルートの中身は変わりません。だから答えとしては5ルート3。これで終了となります。で、次、比例式ですね。比が入ってる式です。で、これは3対4イコール、カッコ X マイナス6対8となっております。比例式の解き方は中中外外です。覚え方。まあ、外外中中どっちでもいいんですけど、中と中を掛け算、外と外を掛け算します。まあ、中中行きましょう。そうすると、ちゃんと書くとね、ちゃんと書くと4カッコ X マイナス6なんですけど、まあ、分配法則するの分かってるので、配っちゃいましょう。4X マイナス24。イコール、外外は3パン24なんで、こうです。つまり、この比例式はこうやって式を変えることができます。こうなっちゃえばもらえるね。マイナス24、右側に移行すると48です。つまり、
4x イコール48なので、4で割って x イコール12とこうなります。これが正規ルートです。ちゃんとした解き方。実はね、これちゃんとした解き方っていうね、強調しちゃいましたけど、これ実はもっと簡単に解けるんだよね。で、どうやるかっていうと、おそらくみんなと小6で習ってるのかな？日は最初に。小学校の時に、まぁ、ちょっと経度、計算ドリルみたいにちょっと思い出してください。例えばこうなってます、問題が。これいくつでしょうってなった時に、これ6って出ると嬉しいな。これ答え6なんですけど。で、なんでかっていうと、右側を見た時、4が8になってます。つまり2倍したんです。4を2倍したの。こっちに書いてもいいか。4を2倍したから8になったんだよね。ってことは、左側も2倍すると6になるよねっていうのは小学校の時にやってるわけですよ。つまり、この問題だったら四角のところは6になります。今これ、実は3、4、8同じなんです。3、4、8。右だけ比べた時は2倍してるじゃん。ってことは、ここも2倍、3を2倍した6になるはずだと。つまり、x-6 は6になるはず。これ解いたら12だよね、みたいな。これでも OK。どっちでも大丈夫です。で、自分はですね、よくまあ、この四種シリーズだけではないんですけど、この正規ルートと違う解き方みたいな、ちょっとズルの方法とか言ったりしますけど、結構違う解き方をね、言ったりするんですね。で、これ理由があって、普段自分が問題解いたりとか、まあ、試験受けたりとかするときもそうなんですけど、割と、いろんな解き方、解法を思い浮かんだときは全部試します。時間が許せば。なんでかっていうと、計算ミス防げるんですよね。今、この解き方、ちゃんとした解き方と、あれこれでもいけんじゃんって両方気づくとするじゃないですか。そしたら2個試すんですよ。で、2個試してみて答えが一致してたら、まあ大丈夫だろうって安心感になるの。もちろん時間かかるので、絶対強制じゃないです。その分、後ろの問題解けなかったらもったいないからね。そこはまあね、どっちかっていうところはあるんですよね。でも、例えばこういうルートの計算もそうですけど、さっき言ったように最初に全部直せよっていう先生もいるわけ。自分は先に割りましたけど。もし直すんだったら、60って 4×15 なんですよ。だから2ルート15なのね。直すとさ。だから直すと、こうなって、で、27は3ルート3だから、こうなるわけよ。で、ここで割り算して、15割る5ってすると3じゃないですか。だからここが2ルート3なのね。割ると。だから2ルート3足す3ルート3だから同じく5ルート3になってるじゃん。最初に直したバージョンと直さないバージョンって2つの、なんだろう、通り道。解き方をやりましたけど、答えは一致したから、まあ大丈夫だろう、みたいな。そういう確認ができるので、まあもしね、これ別に、ほんと強制じゃないんですけど、本番とかね、の時、まあ時間配分と相談にはなるんですが、まあそういう、なんだろう、確認の仕方というか、ほんとケアレスミスは減るんでね、こうやるとね、まあ試してみてください。ちょっとね、余談が過ぎた。ようか。はい、5番ですね、これ因数分解です。で、これはですね、地味なミスを誘ってて、実は。これ、何やるって、最初にくくり出しますよ。くくり出す。3共通だからね。だから、3でくくるんです。くくると、x2 乗ね。これ3取るから。ここから3取ると、3x です。9が 3×3 なんで、3取って 3x。で、12は 3×4 なんで、3取ると、マイナス4が残ります。まずくくり出す。で、残った x2 乗プラス 3x マイナス4のここを因数分解しなさいだと。で、これはかけてマイナス4、足してプラス3のコンビを探したい。かけてマイナス4なんで、まあ4かけるマイナス1かマイナス4かける1か2かけるマイナス2、まあこのコンビですね。かけてマイナス4。で、その中で足してプラス3になるのはどれかっていうと、このコンビなわけよ。4とマイナス1。はい、見つかりましたと。じゃあそれを答えに書けばいいから、忘れずにね、3いるから。3カッコ、x、今4だから、x プラス4。そして、x マイナス1と、これで終了。となります。これですね、何のミス誘ってるかっていうと、まあ、これもさっき、学校の先生とか塾の先生と話をしたんですが、先生によってはですね、x2 乗についてる係数、まあ、数字ね、が、その、1じゃなくて2とか3とかマイナスとかくっついてるって、マイナスはあんまないか。くっついてるときは、解の公式使いみたいなのが、なんか、反射的にね、そう覚えてる子って割と見たことがあるんですよ。じゃあ、その先生に言われて、みたいな感じで。確かに、ここにね、くっついてる解の公式を使うことって多いんです。でもそれ何の問題かって、それ二次方程式なんですよ。これ二次方程式じゃないからね。方程式っていうのは、
例えば今の数字使うんだったら、最初からイコール0がついてて、これ解きなさいは二次方程式。だから、最終的なゴールとしては、x イコールホニャララなわけ。これ方程式で、二次方程式。で、まあこれは解の公式使わないですけど、普段ね、普通に解けるから、使わないですけど、そうやって、まあここに数字がくっついてる。例えばこれが4とかだったら。ちょっとちゃんと計算してないから、おかしくなるかもしれないけど。まあ解の公式使ったりはするんですが、これはイコールゼロがくっついてないので、ただの因数分解だからちゃんとくくり出す。で、さっきの、これが3の状態でもしスタートしようと思ったら、これ全体3で割るんですよね。割って、x2 乗プラス 3x、マイナス4イコール0になって因数分解して解いてっていう感じになる。だから答え結局これ x イコールマイナス4と1になるんだけど、それと違うからね。これは因数分解しろだけだから3で割れないから全体は。これ割れるけど。方程式だからね。まあ、そのルールの違いがあるので、まあ地味なとこではあるんですが、まあこれでね、3点4点落とすのは非常にもったいないので、一応確認っていうところでね、しといてください。はい、じゃあ5番、5番じゃない、6番ね、行きましょう。で、これがまあちょっとやりにくいかな、6番は。ルート 5n。こいつが、整数となるような n をすべて求めよう。n は50以下です。50以下ね。書いておこうか。n は、50以下でございます。で、どうやるかっていうと、これが整数になるってどういう状態か。ちょっとこれつけそうか。どういう状態かっていうと、ルートなくせって言ってるの。ルートがなくなれば整数です。になるからね。じゃあ、これで、ルートがなくなるっていうのは全部出てくればいいじゃないですか。っていうことは今、5n っていうのは当然 5×n なわけですよ。こいつが、n がね、もし5だったら、5×5 だから、まあ、ルート25なんで5になるってすぐわかりますけど、全部出てくるから整数になりますよね。ってことは、n が5になれば OK なんで、1個の答えとしては n イコール5なわけです。これ答え。もちろん全てって言ってるんで、これで終わりじゃないです。じゃあ、次に出てくる、まあ、出てくるっていうか、整数になるとどんな時かっていうと、まず5は絶対外せないわけ。こいつを出すためには5が必要だから。それプラス、何をかけても、かけても邪魔にならないか、ルートが残らないかっていう考え。で、どう考えるかっていうと、これ2の2乗にすればいいんです、こうやって。2の2乗。なぜなら、5と5、5がいることによって、こいつらはもう出ることが保証されてるから、OK なの。じゃあ、あとは自分自身が2乗になってるやつを付け加えても、こいつ出れるから。2乗になってればルートから出てこれるので、だから2の2乗かけてあげればいい。つまり4ですよね。だから 5×4 にして、つまり20ね。n を20にしてあげても出てこれますよっていう。まあ、結局これルート100になるから、まあ、整数10になるからね。っていうことになるんだけど。で、まだいけるかもしんない。次考える。どう考えるかっていうと、2の2乗が OK なら、じゃあ3の2乗もいいでしょうって。だってこいつ3で出てこれるから。って考えて、こうやって考えていく。1個っすね。で、これ9なんで、5、4、5だから50以下に入ってるので、これも OK なの。じゃあ次、4の2乗です。こう。で、こうなっちゃうと、これ16なんで、かけると80になっちゃうんだよね。だから50超えてしまうので、もうダメ。で、もちろんこれ以上5の2乗、6の2乗って大きくしてっても入るわけがないから。だから答えとしては、この3つが答えになります。ちょっと離れちゃったね。これね。こういう風に考えてください。いいかな。まあこれ違う問題にも応用はできるんですけど、まあ長くなってしまうんでね、今回はこの答えだけで収めておきます。では7番いきましょう。四角と三角がどんな自然数入れても、まあ四則計算だね。足したり引いたりかけたり割ったりしたときに、どんな自然数を入れても答えが自然数になるのはどれかっていう話。で、これはですね、すごい、中1で習う基礎的なことを解いてるんですけど、聞き方が厄介なんで若干難しく見えるんですよね。でも難しくないんだけど。でもすごくいい問題で、まあ自然数って何ってことをちゃんと分かってんのってことを聞かれてます。で、自然数っていうのは、1,2,3 この数です。この数。まあ、これ、せっかくなんで整数も押さえておきましょう。整数何かっていうと、マイナス OK です。まあ、マイナス2、マイナス1、つまり0も OK です。1、2、点点点。もちろんこっちも続きます。点点点。負の複数。まあ、0も含めてね。0とか負の数が入ったら整数です。自然数は1より大きい。だから、正の整数ってよく言われるんだよね。整数の中でもプラスゾーン、正のものだったら自然数なんです。ちなみに自然数と整数には分数と小数は入れません。ダメだよ。分数と小数は NG です。この二つから。いや、それを踏まえて考えていくと、まあ、両方自然数だと。四角と、三角がね。
足したらさ、絶対に正になるじゃん。間違いないでしょ。だって5足す何を入れたって正になるから、これまず OK なわけよ。あは OK だと。OK ね。じゃあ次、引くです。引く。でもこれは分かりやすいね。負の数になっちゃダメっていう話をしてるわけ。自然数だから。だから、例えばこれ3-10とかにしたら当然マイナスが出てくる。だから E はダメだと。で次、掛け算です。で掛け算も、正と正掛けたら絶対正になるって分かってるから、まあ、これは OK だと。で、ラスト割り算。で、割り算は、負になることはないんですけど、例えば5÷3とかにしてしまうと、これ3分の5で分数になっちゃうんだよね。だから分数になっちゃうパターンが出てくる。分数は入らないんで、自然数に。だから A はダメ。つまり答えとしては、後、これが答えになりますよと。これで終了です。割とこの自然数とか、その言葉の意味を、まあ意味を直接解いてくるわけじゃないんだけど、その言葉の意味を知ってるかどうかで解けるかどうかっていう問題、割と出てきやすいんでね、押さえておいてください。いきます、8番いきましょう。大小2つのサイコロ同時に投げましょうって、これね、結構難しく考えて、解いてるんだけど、言ってるのは、大きいサイコロの出た目の数を X 座標、小さい方のサイコロが Y 座標としたときに、点 P、その X y のね、P、X y、点 P が、Y イコールマイナス X プラス8の上にある確率を求めなさいと。やばい、これグラフ書かなきゃわかんないのかななんていう感じがするかもしれないんですが、全くそんなことはないからね。これすごく簡単にいきましょう。まず大事なこと。サイコロ2つって言われた時の確率、分母。つまり、確率なんでね、何とか分の何とかって答えるんですけど、分母は絶対36です。6、36ね。サイコロ1個が6なので、6×6 で36。これ必ず押さえておきます。で、あとは、サイコロって1から6までしかないってもう分かってるので、もう代入していけばいいの。どういうことかっていうと、例えば、X 座標、まあ、大きなサイコロの方がね、1だったら、1入れたら Y7 じゃん。1の7じゃん。でも、7なんて目がないから、これありえないでしょ。ってチェックしていけばいい。じゃあ、X 座標が2だったら、2入れたら、ここ6ってわかるから、2の6だったら出せるじゃん。ってことで、3だったら3の5、4だったら4の4、5だったら5の3、で、6だったら6の2とわかるので、この5パターンしかないんだよね。数字入れていくと。まあ、1個数入れただけです。まあ、1、2、3、4、5、6って入れただけなんだけど。で、5パターンしかない。で、36も分母分かってるから、だから、答えとしては36分の5。で、確率は絶対約分チェック忘れないようにするんだけど、これ約分できないので、8番の答えは36分の5で OK ですと。はい、ラストでございます。9の体積ですね。まず9の、あれか。体積の前に R も出すんですけど、まあ、体積出すんで、公式を押さえておいてください。9の体積、公式は、3分の4。πr 3乗です。公式ね。押さえておいてください。で、ちなみに今回関係ないんですけど、表面積も出てきまして、Q はですね、その問題集とかにもあんまないんだよね。あるはあるけどね。あんまないんだわ。で、あんまないので、Q に出されるとね、公式忘れるんだよね。で、この表面積の方は、割とまず 4πr 2乗リズムで結構覚えられるんだけど、ここの体積の方がね逆になったりする。4分の3だったり。あ、どっちだっけなっていう。3分の4だっけ ?4 分の3だっけって、もし忘れそうだったら、まあ、自分ね、これ無理やり覚えてるのは、これ1分の4じゃないですか。4πr 2乗って1分の4でしょ、4って。両方4が上なんです。9も。あと体積も表面積も。まあ、そんなことで覚えられればいいなとは思うんですけど、まあこれ公式を押さえておいてください。で、ちょっと図を書き忘れてしまったんですが、半球ですね。これ入るかな。ちょっとざっくりですけど、半球、球を半分に切ったものです。で、こいつの切断面、スパッて切ったところ、スパッて切ったところは円になります。で、ここの半径が R、 あ、もともと球の半径も R ですけど、で、まず R を求めなさいと。で、その切断面の円周、つまりここの円ね、書いておきましょう。円です。で、当然ここの半径は R です。この円周の外が 4π でしたと。じゃあ R 求めなさいと言われていますと。で、円の円周の公式は直径 ×π です。いいね。円周は直径 ×π。今、半径 R だから直径は2倍の 2R ですよね。半径5だったら直径は10です。2をかけるから。
半径 R だったら2をかけて 2R になりますと。直径かける π、これが円周。で、それが今 4π ですよって言ってるから、こうなる式としては。で、π 切ります。π 切りして、で、2R イコール4だから2で割って、R イコールまず2です。これで終了。1個目は。終わりね。で、R が出た。これ、R は球の半径でもあるので、じゃあ体積求めましょうと、体積。入るだろうか。非常に不安。公式いきます。3分の 4π。3分の 4π かける R3 乗です。2の3乗。つまり 2×2×2 なので8になります。で、忘れちゃいけないのは今、半球です。まん丸の半分になってるので、最後に半分にしたいから2分の1をかけてください。忘れずにね。で、これ解いていきます。まあ、約分してもらって、3が残っちゃうか。だから、体積は3分の16で合ってるはず。ん？待って。不安になる。合ってるよね。はい。3分の16で π ですね。3分の16 π。立方センチメートルと、これで終了となります。はい。微妙に、ちょっとずるします。ごめんね。はい。という感じです。いいかな？まあ、こんな感じでやってみてください。まあ、できなかった問題だけでもね、いいので復習ぜひね、やってもらって、まあ、テスト本番とか受験本番で似た問題が出たらね、ラッキーだと思いますんで、ぜひ復習の方もよろしくお願いします。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。